よーいスタート。新3年の河田健太郎です。同じく新3年の渡辺雅也です。同じく今野豪樹です。今回は皆さんに青山学院大学ラグビー部のことをもっと知ってもらうために青ラグ TV というのが始まります。どんな内容なの？まあ、ラグビーを全然知らない皆さんに、まあ、1回見ただけで分かるラグビー講座とか、まあ、こういう大きい体の選手が普段どういう店に学校の近くの店とか行ってるのかとか、ラグビー部あるあるみたいなのを伝えていこうと思っています。すごいいい番組だね。そうですね。あ、あんなとこにキャプテンがいる。キャプテン、何してんの？撮影中ですよ。あ、そうですか。あ、申し遅れました。青山学院大学ラグビー部主将の高野教授と申します。教授さん、今年のラグビー部はどんな感じですかね？そうですね、今年のラグビー部は大学選手権出場に向けて人から言われてやるんではなくて、まず自分たちから行動を起こしてやっていこうと思います。そして春シーズン全勝に向けてチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。現在ラグビー部は若干90名ぐらいで練習をしてるんですけど、これからも推薦で入ってくるな、一般入試で入ってくる子や大学からラグビー始める子などラグビーに興味ある子と一緒に練習したいと思ってるんで、気になってるそこの君、ぜひグラウンドに遊びに来てください。こちらラグビー部春の試合日程になっています。初めてラグビー見る人がいても面白い熱い試合をしようと思っているので、ぜひ皆さんグラウンドに足を運んで応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青学ラグビー部の仲間のみんなに集まってもらってます。よろしくお願いします。